どうもこんにちは。皆さんのお耳の恋人ことフレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけれども、ハンターのねチュートリアルをプレイしたての方向けで、ハンターをねこれからやってみようという方、もしくはちょっとやってみたんだけど、うまくできないよという方に向けて、ハンターっていうのを、まるっと解説していこうというふうに思います。もうハンターっていうのは、まあ、チュートリアルプレイしたてじゃもう、まあ、全然わからんわけよね。ハンターほんと知っておくべきことっていうのをすべてこの動画に詰め込みましたんで、よかったら最後まで見ていただけると幸いでございます。それでは行きましょう。どうぞ。初心者におすすめのハンター。使いこなせていけば、どんなキャラでも勝てていけるんですね。普通に6段まで、蛇竜までは上がれるので、全然どのキャラ使ってもいいよというのが、まあ、正直なところです。それでもやっぱ何使っていいのかわからんという方もね、いると思うんで、まあ、今回はまあ初心者がプレイしやすい、かつ、まあ、6段まで戦いやすい性能を持ってるっていうことを条件に2人のね、ハンターを紹介していきたいと思います。まず、1人目はリッパー。Repeat after me. リッパー。で、キーを常時持っていて、まあ、遠距離攻撃がある、このリッパーなんですけれども、このリッパーっていうのは存在感が溜まると、まあ、透明化ができるハンターで、足が速くなるんですね。存在感が溜まると、サバイバーにすぐ追いついて、まあ、ぶん殴ることができるハンターなので、使いやすい。で、まあ、本当に能力がシンプルで分かりやすい。まあ、霧を飛ばせば、サバイバーに当たって、ダメージ受けるっていう、まあ、すごいシンプルな性能なんですよね。何使えばいいのか分からないよという方であれば、このリッパーっていうのは、正直おすすめですね。で、次は、ハスターですね。ハスター。Repeat after me.ファスター。このハスターなんですけど、特殊を生やしてサバイバーを攻撃することができるっていうハンターになります。で、存在感2段階目がね、すごい強くて、凝視っていうものがこうできるようになるんですけど、これ、サバイバーに凝視をすることで、サバイバーの近くに生えている触手を、ハスター本人が見えていなくても動かすことができるんですね。で、初心者の方にも割と操作しやすい性能なので、どれにしようかなって思っている方であれば、このね、ハスターもすごいおすすめです。最初にも言ったんですけど、どのハンターも使いこなせばね、強いので、一番好きなキャラクター、これは使いたいなっていうハンターを使っていくっていうのが一番いいですね。ハンターの人格。次に人格なんですけど、人格はまあ初めてであれば、右下の人格がすごいおすすめです。裏向きカードと一メルを採用した人格がおすすめです。これなんでおすすめなのかというと、裏向きカードがあることによって、最初の特質から別の特質に変えることができるんですね。なので最初監視者から瞬間移動に変えることができたりとかもするので、機動力を補うっていう意味でも裏向きカードを持っているっていうのはすごいメリットが大きいんですね。仕留めるがあることによって通常攻撃が2ダメージになるので、一発でサバイバーをねダウンさせることができるんですね。まあなので右下っていうのが一番安定感があるので、個人的にはおすすめです。特質。ハンター初心者の方であれば監視者がおすすめです。監視者何がいいのかっていうと、まあ、2つ理由があって、まあ、1つ目はもう暗号機にね妨害をかけることができるんですよね。サバイバーの暗号解読っていうのはすごい早いので、まあ、暗号機に妨害をかけないと、まあ、結構勝てないことが多々あるんですね。なんですけど、まあ、監視者で暗号機に妨害をかけることによって通電をさせることを防ぐ役割ができるんですよね。で、二つ目はチェイス面でもすごい役に立つっていうことなんですよね。監視者を置くことで監視者範囲内であればサバイバーがどこにいるのかっていうのが目視でわかるんですよね。チェイスの時にも使うことができるし、救助の時にも強いんですよね。救助の時にも使うことができるっていう面で使い勝手がいい特質なんですよね。なのでハンター初心者の方であれば監視者が一番おすすめです。ハンターの勝ち方。基本的にハンターの勝ち方はこうなってます。チェイスで、サバイバーを60秒以内に仕留めるっていうことと、暗号機への妨害をかけるっていうこと、救助に来たサバイバーをダウン確定の状況にして、かつ救助されたサバイバーをダウンさせる、いわゆるダブルダウンということも必要になっていきます。1つ目は通電後の立ち回りと、
いうことですね。で、この4つの場所の中でどれか1つがうまくいけば基本的に引き分け以上は取ることができます。で、2つ以上うまくいっている場合であれば基本的には勝ちを狙っていくことができます。基本的に追いかけることができるサバイバーを、まあ、ロケットチェアに座らせ続けるトンネルっていうのを、ね、やっていかないといけないんですね。で、追いかけることができるサバイバーってそもそも何台という話だと思うので、こちらを見ていただきたい。最初に追いかけたいサバイバーと、まあ、できれば最初には追いかけたくないなっていうサバイバーをちょっとバンって出してみました。義肢と心眼はこう紫色についているんですけど、この義肢と心眼っていうのは、このチェイスが弱いので、見つけたのであれば、最初に追いかけたいところですね。で、まあ、この呪術師っていうキャラクターね、原住民みたいな顔している、まあ、この呪術師なんですけど、この呪術師も試合始めのみだったら、自分のスキルっていうのが使えないので、試合の始めだけだったら狙ってもいいのかなと思います。水色がついている、超光子っていうキャラクター、ファーストチェイスはかなり強い性能を持っているんですね。この超光子っていうキャラクター、まあインチキなキャラクターでですね、香水を撒いた後すぐに殴られれば、その攻撃がね、なかったことになるんですね。そんなインチキキャラがね、いていいんかいっていうところはあるんですけれども、できれば、まあ最初ちょっと特に追いかけたくないっていうキャラクターではあります。で、次は最後にこれですね。追いかけちゃいけないサバイバーっていうのが、第五人格います。それは大体まあ救助キャラなんですけど、この傭兵、オフェンス、墓守、一等航海士、野人、祭司という感じですね。まあこの祭司っていうキャラクターは、精神病院の病院内とか、レオの思い出の工場内とか、入り組んだ建物の中ではもう追いかけることができないっていう風に呼んでしまっても構わないレベルで、もう追いかけられないんですね。それ以外のまあ入り組んだ建物とかではない場所で見つけたのであれば、まあ最初追いかけてしまってもいいんですけど、レオの思い出の工場内とかで見つけたのであれば追いかけるのはやめておきましょうと。チェイスのコツ。さあ、次はですね、まあ、チェイスのコツですね。基本的には逃げられたくない方向に、自分が回り込んだり、サバイバーを追い込みたい方向にサバイバーを誘導させていくっていうのが、基本的にサバイバーの追い込み方ですね。今回のこの例では、監視者の範囲内に、サバイバーを誘導させています。で、そうですね。あともう一つ目はちょっと当たり前なのかもしれないんですけど、まあ、スキルを活かした戦い方っていうのをしていきましょうと。ハンターやり始めだと、スキル攻撃をね、ポン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 すぐに撃ってしまいがちなんですけど、確実に当たる場所でしか狙わないようにするっていうことが、当たり前ですけど、必要なことなので、覚えておきましょう。ね、まあ、あと、割る板、割らない板っていうのも、しっかり見極めていくっていうことが必要です。回り込むのに時間がかかるような板っていうのは、割っていくことが必要だし、回り込むのに時間がかからないような板っていうのは、もう逆に割らなくていいんですね。まあ、初めの方だともう、バン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 板割ってしまうっていうことが多いんですけど、回り込むのに時間がかからない板っていうのは、一切割る必要ないです。板裏にいるサバイバーへの対策なんですけど、まあ、先ほどみたいに一気にね、強引に板に入り込むというやり方っていうのも一つの手なんですけど、もう一つは引き打ちというもの。板に入り込むと見せかけて、ちょっと引いて攻撃を打つっていう、この引き打ちというやり方、もうこれね、もうできるとマジで気持ちいいんで、これもね、板裏にいるサバイバーへの対策としてね、ぜひとも使ってみてほしい。引き打ち読みで板を倒さないとかであれば、そのままやっぱ強引に入り込む。板に入り込むっていうことが、まあ、必要になっていきます。スポーン位置を理解しよう。で、ハンターのスポーンっていうのは決められているので、最初にね、どこに行くのかっていうのは、ちゃんと覚えておくと、立ちやすくなります。ほんとね、最初スポーン位置とかね、もう全然わからんみたいな感じでね、まあ、プレイしていっても、まあ、最初はいいんですけど、でも結局、途中から、スポーン位置っていうのはちゃんと理解していないといけないんですよね。初動どこ行くべきなのかとか、最初どこに行くべきなのかっていうのは、やっぱ、理解しなきゃいけないところなので、なので、まあ、初めのうちから、スポーン位置、画像を見ながら、プレイしていくといいと思います。まあ、ちょっとめんどくさいとは思うんですけど、まあ、早くね、成長できるので、ぜひやってみてほしいです。暗号機への妨害。次はですね、暗号機への妨害ですね。暗号機の妨害をかけないと、まあ、サバイバーの解読っていうのはすごい早いので、暗号機への妨害をかけないといけないんですね。勝ちにつながる重要な部分なので、知っておいてほしいところです。この暗号機への妨害はどうすればいいのかっていうと、サバイバーをダウンさせてロケットチェアに座らせるっていうタイミングの時に、揺れている暗号機の近くに座らせるっていうことがすごく重要になっていきます。
まあ、すでに暗号機を解読している、もしくはこう揺れている暗号機の近くに、座らせるっていうことがすごい重要になっていきます。解読している暗号機をね、どうやってね、わかるのかというと、暗号機っていうのは、ある程度解読をすると、揺れ始めるんですね。基本的にはまあ、2、3割ぐらいで、まあ、暗号機がね、ガタ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 揺れ始めるので、まあ、どうしてもね、暗号機の揺れを見れない場合っていうのは、まあ、立ち止まってね、壁やね、建物とかを通して暗号機をね、確認するっていうのが、すごいおすすめです。ちょっとね、上側の棒がね、ガタ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 揺れているっていうのが、わかると思います。基本的にその暗号機の揺れを把握するタイミングなんですけど、サバイバーを攻撃した後に起きる、まあ、攻撃硬直ですね。リッパーとかと、はーみたいな、そういう時にですね、暗号機を確認するんですね。こんな感じで暗号機の揺れっていうのを、確認していくんですよね。で、あとは、まあ、風船状態にする前に立ち止まること、時があるんですけど、まあ、その立ち止まった瞬間とか、風船状態に持ち上げてる瞬間、で、まあ、歩いてる時にも、まあ、見れたら見て、釣ってる最中にも、暗号機の揺れっていうのを確認していくっていうことになります。まあ、できるだけこういうことをして、暗号機の揺れっていうのを確認するといいという感じですね。救助狩り、ダブルダウン。まあ、基本的に救助に来たサバイバーを中距離、ロケットチェアから離れている場所で一発スキル攻撃もしくは通常攻撃を一発入れて、チェア前で通常攻撃を入れていくっていうことが、まあ、オーソドックスな、一般的な救助狩りもしくはダブルダウンになります。で、この時凶暴っていうハンターの人格を振っていると、椅子に座らせられているサバイバーがいる時のみ攻撃硬直が早く終わるんですね。なので、椅子から離れた場所で一発殴ることができれば、まあ、早く攻撃硬直が終わるので、まあ、救助狩りとかダブルダウンっていうのを狙いやすくなります。で、救助狩りのコツなんですけど、すぐブン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 、攻撃をね、振らずに、サバイバーの動きをよく見て、確実な場所で、攻撃をしていくっていうことが必要になっていきます。ハンターっていうのは、サバイバー以上に落ち着いて行動しなきゃいけなくて、サバイバーの動きっていうのをよく見た上で攻撃をしていくっていうことが、ほんと必要になっていくんですね。なので、このあたりをほんと気をつけてやっていくといいと思います。通電後の立ち回り。で、お次はですね、まあ、通電後の立ち回りということなんですよね。これ暗号機が上がった状態、をね、通電と言うんですけども、まあ、この通電した瞬間に、すぐサバイバーを殴って瞬間移動して、負けを引き分けに、引き分けを勝ちにすることができるんですね。特にリッパーであれば、硬直なしのスキル攻撃があるので、通電する瞬間に、通電前に、霧をね、撃つことができれば、硬直なく仲直りをね、発動させることができるので、すぐぶん殴ることができるんですよね。ゲートがね、開き切る前に、サバイバーをダウンさせることができるんですよね。裏向きカードを採用していれば、瞬間移動に変えることができるので、まあ、この時瞬間移動するんですけど、サバイバーが立ち回り理解しているのであれば、瞬間移動を読んで、中央待機っていう、中央にサバイバーが待機していることがあります。なので、その中央にサバイバーがいないかどうかっていうのをこう確認した上で、瞬間移動をして飛んでいくっていうことが大事になっていきます。で、まあ、この時はまあ中央待機していないっていうのがね、もうしっかり確認できたので、瞬間移動をしているっていう感じですね。ちゃんとね、中央待機にいるサバイバーっていうのを確認してみると、またね、勝率も上がっていくと思います。まあ、どんなハンターでもね、通電した後であれば、サバイバーがね、救助に来ないかどうかっていう確認は、大事なので、しっかりやっておきましょう。さあ、それでは、今まで解説してきたことを活かして、一戦プレイしていきたいと思います。今回はですね、実況、解説、プレイングともに、この私、フレッシュスバルくんがお送りさせてもらいます。ハンターがね、今回は終点スポーンだったので、今回の場合は、始発に2人いるスポーンになっています。なので、始発にいるサバイバーを見つけていくわけなんですけども、おっと早くもバーメイドを見つけることができました。中縁に回していたのがね、傭兵というのも分かっているというのもかなり大きいですね。ここにもね、暗号機妨害がかかっているので、まあ、かなりいい状況。そして、霧をまず一発。非常にうまい霧だ。あっと、ここは当たらない。板をここは割って、追いかけていく模様です。そして、あっと、そこは壁だ。そこは壁だ、スバル。しかし、監視者の範囲に閉じ込めることができて、通常攻撃を一発。リッパーもご満悦です。
俺リッパーのモノマネうまいですよね。ここで、釣ることができたので、傭兵の暗号機に暗号機妨害もかけることができているのもかなり美味しい状況ですね。で、指名手配でね、傭兵の位置も分かっているので、まあ、なるべく早く球場せかしたいっていうところですね。で、ここはステインを隠して誘導して、霧を一発で通常攻撃を一発入れて、ダブルダウンをすることができましたという感じですね。で、まあ、ここの状況であればね、落ち着いて、で、バーメイドをぶん殴って、ダブルダウンの完成という感じですね。で、揺れている暗号機もちゃんと見つつ、追いかけていくっていう感じですね。もうこれかなりもう勝ちが見えている状況ですね。まあ、チェイスも、ファーストチェイスも早かった上に、ダブルダウンも取れているので、まあ、かなり勝ちが見えている状況ですね。これサバイバー側としてはかなり厳しい展開をまあ強いられているというわけなんですね。で、このまま、よいしょとお座りをさせて2釣り目という感じですね。で、まあ、長距離ワープが繋がれているので、まあ、ここから誰か出てくるのかなと思ったら、まあ、ひょっこりね、角が出てきて、通常攻撃を中距離で一発与えることができました。追いかけていくわけなんですけれども、このため攻撃をしたら、祭司がね、手を離さないんでね、離したくなかったのかな？そのまま手を離さないので、強風の一撃を取って、まあ、無事ね、救助狩りをすることができましたという感じですね。で、まあ、バーメイドは救助されることもなく、飛んでいって、で、暗号機の揺れもちらちら見つつ、あれこれ揺れてないなってちょっと判断して、今索敵をね、していますね。で、ワープも壊した上で索敵をしつつ、あれこれ救助来ないなーっていうことに、ちょっと気づき、今、橋上の傭兵のところに向かってますね。まあ、傭兵がここの暗号機をね、やってるのは、まあ分かってたので、ここで、霧を一発。素晴らしい霧ですね。いい霧ですね。もうこれが、これを毎回できたら、ほんといいんですけどね。で、まあこのまま、加速があるので、サクッと追いついて、ここは読み合いですね。で、傭兵に一発与えて、で、祭司にも一発と、いう感じで、無事ね、ダブルダウンを取ることができました。で、この解読状況的には、ポストマンが1台今回しているのと、傭兵の引き継ぎが1台と、あと残り1台新規の状況かな？暗号機の状況的にはそんな感じになってます。まあ、できるだけ暗号機の解読状況も、まあ、見れると、立ち回りの幅が広がるので、暗号機の解読状況っていうのも考えながらね、ハンターをやっていくと、またね、勝率も上がっていくのかなと思います。まあ、この試合であれば、ファーストチェイスがまあ、ほんと60秒以内に終わったっていうことと、暗号機妨害もかけられている上に、ダブルダウンも取ることができているので、まあ、あっさりね、勝つことができました。まあ、このぐらい余裕があるね、試合展開ができるのが一番理想なんですけど、まあ、サバイバーもね、上手くなっていけばいくほどね、まあ、なかなかね、難しいとは思うんですけど、まあ、こういった試合展開ができるのが一番理想ですね。ハンターとしてね、すごく大切なことっていうのは、この動画でね、すべて語れたのかなというふうに思います。サバイバーっていうのは解読して、救助してとか、まあ、できることがすごく限られているんですけど、ハンターっていうのは、もう戦略もやっぱ自分で考えていける陣営なので、やっぱ自分でやっぱゲームっていうのを作っていけるんですよね。なので、やっぱめちゃくちゃ楽しいし、まあ、サバイバーにね、煽られたりとか、負けたりとかして、まあ、すごい辛いなっていうふうに思う方もね、いるとは思うんですけど、本当勝った時の喜びはね、まあ、サバイバーのもう10倍くらいあるんで、まあ、ぜひね、ハンターっていうのを、やろうっていう方はね、ぜひ、この動画を参考にして、やってみてほしいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。